はい、皆さんこんにちは、ゆうです。いやー、ついにね、ついにもうやつが出てしまいましたよ、この部屋に。もうねまあ2日前の出来事なんですが、いやー、ちょっと未だにショックですし、そわそわしちゃいますね。まあ何かというと、ここね、僕の部屋で動画もほぼ 100% ここから、まあ、お送りしてるわけなんですけども、ついにこの部屋にね、やつが、 G が出てしまいまして、僕の家とか皆さんも多分そうだと思うんですけど、ほとんどね、やつが出るとしたらね、台所なんですよ。それか風呂場とかの水回りがほぼ 100% だったんですよ。で、僕のね、今いるこの部屋も一度も見たことないんですよ。数ヶ月前にちょっとデカめの虫が現れたことはありましたけど、それは多分ね、やつではないと思うので、まあ、見過ごしてはいたんですが、もう明らかな2日前に明らかな黒いやつがうわーってね、部屋の中にいまして、もうね、で夜中の2時ってこともあって、さらにね、なんかちょっと最悪だったんですけど、またね、夜中自分の部屋にいるだけでちょっと座ってねしちゃいますよね。で、これ今回、まあね、夏場ですし、台所以外のね、まあところに出ても、まあ別に不思議ではないですよね。家の中は一緒なんだから、まあ嫌ですよ、嫌ですけど、まあ仕方ないのかなっていうのは、まあ思ったんですけど、何がね、今回学んだかっていうと、自分の部屋に出たら一番最悪、当たり前かもしれないんですが最悪です。で、なんでかっていうと、まずね、自分がいる一番いる場所っていうことも、あるんですが、僕とか、まあ、もちろんね、この動画見てくださってる方も、多くの方はそうだと思うんですが、ほら、グッズがいっぱい置いてあるんですよ。で、この状況下の中で、やつに現れられると困る。すごく困る。で、まあ、ほぼね、飛ばなければ地面をね、カサカサっていってるだけなんですが、それでもね、困る。ここら辺のね、棚にある分には、まあほぼここには現れないということで大丈夫だろうと踏んではいるんですが、こことかちょっと汚くてすいません。ここがね、一番僕荷物が固まってるんですけど、ほぼっていうか、もうこの塊全部グッズの山なんですけど、もうこことかにですね、やつが現れたら、いや、もうどうしようもないですよね。駆除するスプレーとかかけられないですし、なので、まあ、ちょっと汚くてすいません。こういう開けたね、場所に出てくれないと、もうスプレーできないんですよ。で、スプレー使わないってなると、もう、手でね、行くしかないのかななんて思ってます。で、どこに出たんだっけな。この本棚ですね。もう僕が、この部屋に夜中2時ぐらいに来て電気パッてつけたら、ここですよ、ここ。その段ボールが並んで、そのアニメイトの袋がバーってあるところまで、カサカサってね、もうなんかが動いたんですよ。で、そっから一回ね、このフラッシーのポコポコのところに行って、見失って、手にね、いろいろ荷物持ってたので、それを別の部屋に置いて、一旦ね、戦闘態勢をスプレーとか持って構えて、戻ってきたら見失ってて、で、僕ね、いつもこの机にいるので、ここら辺にまた見たんですよね。で、もう見かけられなくなって、いやー、もうちょっとね、男として不甲斐ないんですが、父親を、ヘルプで読みまして、で、探してもらって、ここですね、もうこの布団ね、折りたたんであるんですけど、この、ここね、ちょっと隙間が空いてるんですよ。で、こっから出てきて、まあ、退治したというわけです。結局ですね、見つけて駆除はできたんですけども、やっぱり、そのどっかからどういうルートで来たのかっていうのね、が気になりますし、まあ、一回出てしまったものはね、やっぱゴキブリって一匹だけじゃないですから、また、この夏、あとは9月頭ぐらいまで現れる可能性はあるのかなと思って、もうね、夜中になるとね、ドキドキしてます。
はい、ということで今回はね、やつの名前を出してはいけないやつについての、お話でございました。まあ本当に最初からね言ってる通り、グッズ周辺にちょっと現れたら本当に困るなと思って、なのでまあ対策もしようがないですよね。なのでまあ出た場合は場所によりですけど、まあ、覚悟しなきゃいけないのかなと思いました。